国内や韓国の観光地を2週間ほどかけて旅するクルーズ船が今朝唐津港に寄港しました。唐津港に初めて寄港したのはポルトガル船籍でニュージーランドの会社が運航する全長 122.7メートルのクルーズ船ヘリテージアドベンチャラー号です。探検客船として建造され、洗練されたデザインから極地探検の貴婦人とも呼ばれています。乗客は主にニュージーランド人のおよそ30人で、今月2日に小樽から出港し、佐渡や松江など日本海側を巡った後、韓国プサンに寄港し、今朝唐津に着岸しました。The scenery, the historic, the castle, and yes, certainly Japanese history and culture. お知らせの後は気象情報です。